皆さんこんにちは。こんにちは。三姉妹サンデーの時間です。長女のナミです。次女のサラミンです。三女のサヤです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今日は、実はですね、前回の私もあの主で話させていただいた時の匂いのテーマで、ちょっとね、あのいとこで専門家の先生がいるんで、そうなんだよね、今日はね、ぜひ聞いてみたいということで、クミネに参加していただいております。クミネよろしくお願いします。クミさんよろしくお願いします。三姉妹の長女のナミです。三姉妹次女のサナミです。三姉妹サンデーの三女を務めさせていただきます、さやと申します。毎週日曜の朝、私たち3人で三姉妹サンデーが始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、嬉しい。ついにクミネ登場ですね。そうなんですよ。いいとこなんですけどね、なかなか遠いので、そうお住まいがね、あのお会いできなかったんですけど、今日はね、クミネ、そのメガネはパソコン用ですか？そうです、パソコン画面の時はこれじゃないと、老眼、いとこと言います老眼じゃない。ダブルになってたんですね。なんかかっこいいです。いい、スポーティーで、スポーティーですよね。なんかアスリートのような、そうそう、アスリートっぽい雰囲気が漂ってますけど、はい、今日はたっぷり匂いの話を。そうなんですよ、あのね、前回放送した時に、たくさんの反響をいただきまして、ちょっとインパクトあったもんね。そうですね、サナミンがちょっとニンニク臭かったっていうのがね、やっぱりあの冒頭からびっくりしたところだったんですけど、たっけ、あの組ね、あのこのね、私があの外国人の匂いを、快不快で言うと、やっぱり最初のファーストインプレッションで不快って感じてしまったっていうのが、あの前回のテーマだったんです。でこれってあのいわゆるイデオロギーとかモラルとか、あの普段の日常的な考え方とかを通さずに、こう感覚的に、本能的に感じた部分であったんで、これっていうのは何か理由があるのかなっていうのがすごい疑問だったんです ね、 私の知識からすると、あのすごく自分と血縁が遠い人間とか外国人が遠いですよね、はい、だとすると女性はその遠い男性の匂いを、あの少なくとも臭いとは感じないはず、むしろ一向評価するはずなんですよ。なのでちょっとね、私その見せていただいて、あれと思ったんですよ、で、そうだったんですか、こういう研究があります。あ、ただしその男性、例えば香水とか、あのお風呂に長く入ってないとか、なんかそういう人かもしれない。確かにそれもあるかもしれません。はい、はい、あのスイスで最初行われた研究によるとね、男子学生をに、もうあらゆる匂いを、自分以外の匂いを排除してもらって、その無香料のね、あの、洗剤でシーツ洗うだとか、無香料のシャンプーでか、洗うとか、石鹸も無香料、それから食べ物も匂いの強いニンニクとか玉ねぎとか、はい、全部排除するんですよ。あの女性と添い寝もしちゃダメとか、女性と住むダメっていう状態で、2晩こう T シャツを着て寝てもらうんですよ。へ、自分以外の匂い、タバコ、アルコールももちろんダメですよ。それで匂いを染み込ませて、その T シャツを、まあ、一旦凍らせて、で小さく切って、クンクンってこう、女子学生たちに嗅がせるんですよ。すごい。そうすると、これはもうね、相対的な問題でね、あの、HLA とか MHC っていう言葉聞いたことありませんか？初めて聞きました。あ、そう。はい、これ臓器移植の時に問題になる免疫の方なんですけど、はい、免疫、あの、臓器移植の時。あのね、これは最初、ヒト白血球抗原っていうふうに、あの白血、人の白血球で見つかったけど、実際にはほとんどの細胞や体液にある免疫細胞上にあるこう型なんですよ。わかるかな、細胞表面上に、はい、イメージできました。で、MHC って言われることもあって、それは、腫瘍組織適合性複合体っていう意味で、あの
私の論文には MHC で出てくると思うんですけど、はい、こちらの論文でしょうか、はい、そうです、ローデキントラによる MHC って書いてあるでしょ、はい、自分と相手の MHC、うん、メジャーヒストコンパティビリティコンプレックス MHC、 うん、で、まあ、いろいろでね、はい、まあ、話しなくなるんだけどMHC は性に関係ない常染色、常の染色体っていう書いて、うん、ね、常染色体の第6染色体上に存在するんだけれども、うん、ABC、DR、DQ、DP って6つの遺伝子座があって、うん、でその例えば A なら A にいろんな型があるんですよ、ものすごく調べてみると、うん、信じられないほど、うん、いろんなことがある。あ、その一方でメジャーな方も結構あるんだけれども、うん、とにかくその型をさっきの T シャツの実験でね、うん、型の重なりが自分と多いと臭いと感じて、うん、重なりが少ないと良い匂いと感じる、って感じたらやっぱり良い匂いの男性選びたくなりますよね、うん、なります、当然、はい、それは結局型の重なりが少ないからその男性との間に生まれた子供に同じ頃なんていうの、同じ型に、これね、トランプの切り札みたいなものなんです、この型っていうのは、うん、で同じ切り札2枚持っててもあんまり意味ないんですよ。なるべく切り札のバリエーションが多い子供を産んだ方が免疫的に強いっていうかな、分かりやすい、どんなのがやってきても、うんうん、大丈夫だぞみたいな、うんうんうん、だからね、重なり多いってものすごく同じものを子供に伝えてしまう可能性が高いので、そう避けるために我々は女がですよ、男じゃなくて女が男を選ぶは動物の人間として原則なので、うん、女は感じ取れるんですよ。あ、この間ナミ姉さんが自分の父親の匂いは、そうそう、それってね、久美さんに聞いたことだったんですよね。そうそうそう、父親の匂いよね。だから父親ってのは、うん、娘は父親のこの MHC の、うん、同染色体の どっちかが、どっちかっていうか、うん、本当は交差って現象が起こるんだからそう言えないんだけど、まあ、父親の MHC の方の半分も持ってる存在なんですよ、うん、娘とか、まあ、息子もそうなんだけど、半分持ってるとか半分重なりがあるってことですよね、うんうん、そんな重なってる相手いい匂いって絶対感じませんよねそうか、半分も重なってるでしょ、だから、うん、あるいはね、この型の重なりが少ないっていうのは近親交配を防ぐための一つの手段でも、うん、だから父親だけでなく、うん、もうちょっと、それこそいとことか、うん、その兄弟とかそういうもので防がれるでしょう、うん、匂いが良くなかったら、うん、っていう意味もあるんですよ。なるほど、面白いですね。そう、それでね、ちょっとここで重要なことがありまして、うん、ピルを使ってるとこういう、うん、このような研究ではね、うん、必ずピルを使用してないグループと真逆の結果が出るんですよ、うん、本当に麻薬じゃなかった研究って一つぐらいしかないんじゃないかな、常に麻薬なんです。だからこれ大事なことだから皆さん知らなくちゃダメですよ、本当ですね、だってピルを使ってると、うん、重なりの多い相手をいい匂いだって感じちゃうわけですから、危険、だから男を選びの時ダメなんですよ、うん、絶対に、ね、正しい本能が働かなくなるっていうことなんですか。そうそうそう、なんていうかな、または妊娠してる状態のを作り出して、うん、妊娠しないようにしているわけだから、経口避妊薬っていうのを、ちょっといいかな、最初の論文の、うん、はい、こちらのグラフですね、皆さんにはじっくり見てもらう、はい、だからこれ、左側は白い、この上のね白いとこがピル使用してないグループで、黒っぽいのが使用してるグループで、真逆の結果出てますでしょ、うん、あ、本当ですね、へでしょ、重なりが、白い方は重なりが少ないと良い、プレザント、いい匂いって書いて
って選ぶ、一番上見てね、はい、その下は匂いの強さの問題で、匂いの強さは関係なかった、うんうん、あの重なりが多い、うんうん、重なりが少ないとプレザントな匂い、好ましいとか、うん、あの良い匂い、うん、でピル使ってると重なり多い方がいい匂いだって感じちゃうから危険なんですよ、これすっごい恐ろしい。私にピルの会社の、うん、どうこうは言ってません、はい、あのいい面もあります、うん、もちろん、でも、まあ、自分で男を選ぼうとしてる時期に、うん、ピル使用してるとちょっと間違っちゃった方向に行きますよっていう、はい、話です。いや、これはすごい資産に富んだ。ちょっとね、今ドキッとした人結構いるんじゃないかな。そうですね、うん、ね、これは私だけでなくいろんな研究者警告してます、うん、だって本当にそうなんですから、うん、はい、気をつけましょうね、皆さん。薬の力でね、本能的な部分が。じゃあ次の話いきますね、はい、ね、今はほら相手をまず選ぶ際なんです、うん、でもうすでにお付き合いをしているカップルで研究した、うん、やっぱり今の MHC ね、はい、お付き合いしてるから、まあ、ある程度最初はクリア、この人でいいかなって思ってお付き合いしてるわけですよ、はい、ところがやっぱりね、あの MHC の重なりを調べると、うん、重なりが多いと性的に満足しないんですよ。へえ、そうなんですか。オルガスムスの回数、頻度かな、回数少ないとか、あの妊娠しやすい時期に、あの相手と交わるのを嫌がっちゃうとか、そういう露骨な態度とか、このフォローが。この論文ですね、これの論文のね、まあ、ちょっとめくった後に、はい、こうスタージル、スターマーク、コメートも違うな、なんかスターマークが、この、まあ後で拡大してもらって、うん、あるとそこ見ると重なりが多いとやっぱり性的満足しませんと、だから性的に満足しないなんて理由で彼氏と別れるのかって言われるかもしれないけど、大事なことなんですよ。本当ですね、本能に従うって、うん、そういう大事な部分があるんですよ。なるほど。なんか私めっちゃ嬉しいな。人間ってなんかこう偉そうな顔してるけど結局動物なんだなっていうことをすごい実感させてもらって嬉しいです。そうですよね。いやでも大事なことですよね。満足されないからやっぱり別れようかしらみたいになるけど、それで大正解なんです。うーん、あ、でも竹内先生、こういうその、うん、はい、なんでしょう、ま、本能のスイッチが入らない状態っていうのをやっぱり、ま、現代社会で作り出してるじゃないですか、うんうん、ピルしかりね、そうだね、ピルもそうだし、なんかこう、ま、いろんな教育であったりもそうだし、うん、何かこう抑え抑圧するような方向に働いてることがいっぱいあると思うんですけど、はい、これ竹内先生があの少子化大臣になってくれたら確かに明暗、ね、あの何か違ったアプローチでね、うん、結果が出るんじゃないかっていう気がしますね。いや、身もともないあの方法になっちゃうから、うん、そうですか、うん、じゃあこの論文の通りこう付き合っている彼氏と MHC の重なりが多いと性的に満足せず他の男に目移りするっていう、こういう論文があるということなんですね。そしてもう一つ何かポイントがあったら、はい、もう一つ匂いでね、はい、今はその免疫の方の、重なりか否かの話でしたよね、うんうん、はい、もう一つ匂いで大事なことがあるんですよ、うん、それは、あの、その相手の男の免疫力のことが匂いから分かる。これですね、こちらですね、はい、まあ、それはいいです、図がないから、はい、ね、皆さん汗とか皮脂とかってね、うん、あれってね、最初はそれ自体は匂わないんですよ、ほとんど。あ、聞いたことある、うんうんうん、じゃあなんで臭くなるかっていうと、うん、我々の皮膚に住んでるバクテリアが分解するんです、うん、汗とか皮脂とか、うん、そうすると臭くなるんですよ、うん、臭い匂いになっちゃうんです、うん、ということは
あのそういうバクテリアの増殖を抑え込めてる免疫力の高い男はあんまり匂わない。逆にあのバクテリアの増殖を抑え込めてない男はどんどん汗とか皮脂が分解されて臭い匂いを発する。なるほど。ことで、その匂いからこの男は免疫力高いかなどうかなっていうのは分かる。なるほど。あ、心当たりあるな、これも。なんか、いい年のバリバリ体を動かしてる人なのに、俺の足全然臭くないんだよって言ってる人がいて、その人めっちゃ免疫力確かに高い人なんですよ。そんなことってあるのかなって思ってたんですけど、今の話を聞いたら腑に落ちました。あ、その方ってすごいイケメンですか？すごい顔私にその質問するとちょっと結構なんか主観が入って恥ずかしいんですけど、主観でも、男らしい顔してると思います。やっぱりね、あとスポーツとかできそう。バンバンします。え、バリバリしますね。バリバリね、やっぱりね、だからね、私たちが男性にこういうところが魅力だって感じるってこと、ところはほとんど全て免疫力関係してるって考えていいんです。そうで、本当に研究あるんですよ。顔の良さ、ルックスの良さ、声の良さが免疫力を高すと感じる。これ全部男性の魅力でしょ。なるほど。そうか、前あのクミ姉さんにあのツバメの尻尾の長さの話を聞かせていただいた時もそんなに露骨に分かっちゃうんだって思ったんですけど、はい、実は人間もっていうところがある。そうですよ、そうですよ、ね、もう今研究の中心が人間と昔に移ってて、だからツバツバメで、まずはやってみて、すごくクリアに人間ではどうなんだろうってずっと、あの私犬の散歩をしてた時にワンちゃんがずっと他のワンちゃん の, そのお尻とかそのあたりをずっとクン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 嗅いでるのを見て、なんでお互いそんなずっと嗅ぎ合うんだろうと思って、そこから何か情報を得てるっていうのを知って、それはもちろん匂いの情報、はい、だからのオス の, そのマーキングでおしっこ引く、あれだって自分ここにありっていう宣言じゃないですか、この辺にいるぞっていう、そのやっぱりマーキングした後の電柱とか草とかをワンちゃんが嗅いでるのを見て、自分だったらそんな人間にそんなの嗅ぎたくないのによく嗅げるなとか思ってるんですけど、犬にとってはそれが情報の一環であって、別に臭いとかそういうふうには思ってないってことですか？情報です。情報なんですね。だからその情報をこう正しく受け取れる状態に女性の方もないと、なあの先ほどのピルの話じゃないけども、こちら側もその嗅ぎ分ける力っていうのをちゃんと確保しとかないといけないってことですね。いや、すごく面白い、深いね、面白い、面白かった。人間は生物なんだなってことを改めてなんか実感させられました、うん、そうですね、ぜひ今度はその外国人に対する匂いを私が臭いと感じてしまったっていうことは、やっぱ私の何かこう本当は遠い人を、うん、でも多分それサナちゃんだけじゃないの気がする。まあでもさっきのね、最初の研究って、あらゆる自分以外の匂いを排除しましたよね、おそらく厳しく、厳しく、でそのさやさんが出会った外国の方っていうのは、そうではない状態でしょ、おそらく。ああ、そうか、確かに ね, そうですね、いろんなスパイスの匂いとか、あの食べてるものの匂いとか、そうそうそう、混ざってますね、そこがねちょっと、ちょっとクミ姉にはまたね登場していただいて、特番をぜひやらせてください。ぜひ伺いたい、いろいろ聞きたいんで、よろしくお願いします。やりました、やった。じゃあ今日はクミ姉ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また三姉妹サンデーでお会いしましょう。